gas on, let's go.戦後初の国産旅客機として日本の航空界を支え続けてきた YS-11。 GHQ の航空禁止令により航空機の開発を全面禁止されていた日本にとって、その開発は不可能と思われていました。そんな中、ゼロ戦などの戦闘機を開発した日本が誇る堀越二郎、土井武夫といった技術者たちが再び集結。中断と挫折を乗り越え、1964年東京オリンピックに間に合わせるように完成。成果を運んだ姿は高度経済成長時代の幕開けと重なりました。 YS-11 は最大座席数64の双発ターボプロップエンジン方式の旅客機で、1962年に試作機が初飛行。その後182機もの YS-11 が製造され、日本や世界の空を飛び回りました。しかし大型ジェット機の登場により、2006年、惜しまれながら旅客機の運航を終了。2007年にはその運航実績をたたえ、日本機械学会により機械遺産に認定されました。そんな中、国土交通省が飛行点検機として所有していた最後の1機が競売に出されるというニュースが入ります。誰も買い手がつかず、スクラップとなる可能性もありましたが、2014年12月に行われた一般入札で、なんと223万円で落札。落札したのは民間の飛行整備会社であるエアロラボ社。 YS-11 を再び飛行させることを目的としたプロジェクトを発足させたのです。どうも、はじめまして。青木と言います。今回この番組のナビゲーター、青木勝さんは日本を代表する航空写真家です。スポーツ日本新聞社勤務を経て、日本航空広報部専属カメラマンに。自ら小型飛行機を操縦するほど飛行機には詳しく、飛行機の写真を写真専門誌、航空専門雑誌に発表。特に YS-11 の写真は日本一撮影している写真家であり、写真集も多く出版しています。コロン建造。日本の会社で飛行機の整備を学び、その後アメリカのフライトスクールにて整備士として勤務。2014年、日本とアメリカの整備経験を生かし、エアロラボ社を立ち上げました。これで大体何ヶ月ぐらいですか？これで今で5ヶ月ぐらいかかってます、ね、ほぼ5ヶ月。ほぼ5ヶ月。何人ぐらいで、うちの
ほとんど社員なんで、まあ、15名程度15名ぐらいで、はい、15名で5ヶ月やっぱりすごいですよね、マンパワーね、まあ、大変ですね大変だと思いますねでこの塗装に関してもほとんどスタッフでやっちゃったという、はい、そうですそうです、全部1回塗装を全部剥がして、はい、で腐食を取ってから、はい、あの下地処理してそれから塗装ですね。すごい、まあ、細部もちょっと見たいなって、はい、見てください見てください、はい、うわこれもエアステアもすごいな。こういうのは基本的にはもう問題なく動いてたわけですね。最初はね動かなかったですね。動かなかったですか。ですね、もちろん8年ぐらいグラウンドしてたんですもんね。そうですね。止まらなかったわけですからね。ね、投票はこれはこういう動くやつラバー砲。これはね、ディアイサーブーツ、氷がついたやつをこう、はい、膨らまして。ですよね。はい、確かそのスタイルシステムになってるんですよね。なってます。なってます。はい、これもそういう意味じゃそういう古いタイプですよね。そうです、まあ、あのよく小型機にあるタイプです。あ、小型機ですね、はい、こういうパーツってのは全然問題なかったんですか。これはね、トリートメントというか、まあ、ゴムなので、はい、やっぱりゴムも当然劣化しますもんね。劣化するので、はい、それを上から、まあ、浸透液っていうのを浸透させて、はい、うわまあ、年相応な感じですけど、まあそうですね、うん、そうですね。ジャッキもいろいろあの機材をね、飛行機を持ち上げるジャッキを借りてやったんですけど、手動で手動で飛行機持ち上げるので、まあギア関係は特に大きなあれはなかったんですか。まあ、多少リークがあったんで、US系と、あとまあ窒素のガスとかその辺は抜けてたんで、やって、まあいろいろ何かとねちょっと複雑なんですよ足はね。でこういったその補助のパーツっていうか、その代替のこの部品みたいなものは物によってはあるんですけど、もう基本的には部品がないので。